こんにちは。私は JICA のボランティアとして青年海外協力隊として去年から英語外国こちらの英語外国語大学で日本語を教えております生駒美穂と申します。よろしくお願いいたします。今日はブログを使った作文指導の実践と授業モデルの提案というテーマでお話しさせていただきます。まずはじめにどうして授業にブログという手段を選んだかというお話をしたいと思います。今まではかつて私もそうでしたが、作文の授業は多くの場合学習者と先生の間のみで行われる活動がほとんどだったと思います。ただしこのやり方ですと書いた作文を教師だけが読むということになってしまいますのでオリジナリティがなくなってしまう学生が書いた作文が似てしまうという問題点があると考えております。しかし私は作文というのは書くことそのものが目的ではなくて書いたことを通して何かを伝えることが目的だと思っています。また、作文は教師が分かればいいという問題ではなくやはり何かを伝えるために書いたのであれば誰かに伝えないともったいないというのが私の考えです。それから、最後に作文は文法とか語彙の授業とはまた違います。ですので、文章が正しければいいというのではなくてオリジナリティを持って初めて面白い作文になるのではないかというのが私の考えていることです。以上のことを踏まえるとブログという形が最適なのではないかと思い授業に取り入れてみることにしました。では、ブログを書くために必要なことは何か。ブログを読む人がブログに求めることというのはやはり書く人の体験談であるとかコメントや感想それから有益な情報を求めてブログを読む人が多いと思います。つまり読み手が面白いとか興味深いと思えるものを書き手は書かなくてはなりません。ではここからそのような文章を書けるようになるためにはどのようなことを授業で取り入れたらよいかということを、主に中文長文を書くのが初めての学生を想定してお話ししたいと思います。私が新たに授業に取り入れたこととしては一条の3つです。まず順番にお話したいと思います。まずマインドマップです。マインドマップはこういうものですね。私もかつてやってしまっていたのですがまず作文を書く前にテーマを出します。それについてじゃあ書いてみましょうといきなり言われてもやはり作文を書くのが初めての学生はとても難しいことだと思います。そのためにですねマインドマップ、まずテーマを中心においてそこから連想されることをどんどん書いていく、そういうことをすることによって、頭の整理をする、それから頭の中にある漠然としたテーマからどんどん自分の書きたいことを具体化していくという活動をマインドマップによって行います。その次にですねモデル文のページです。モデル文というのは、参考になる文章のことですね。過去の研究においてですねモデル文を用いた過去の研究に以下のような記述がありました。この研究はですね作文を書く前にそのテーマに関連した辞書を与えられるグループとモデル文を与えられるグループとに分かれてそれぞれのグループにどのような違いがあるかということを調べた研究なのですが辞書を与えられたグループに比べて流暢さここでは語彙の多様さですがこれが、モデル文を渡されたグループの方が優れていたという結果があります。また、書きたい内容についてイメージができるイメージがしやすくなるイメージを膨らませることにつながったという記述もあります。つまり、モデル文を与えることによって学習者たちがどんなことを書くのか想像しやすくなることが期待できます。ただここで注意すべきことがあると思っていまして一つは、モデル文与えるモデル文が一つだけだと学生はみんなそれを真似して書いてしまいます。つまり結局オリジナリティがなくなってみんな同じ構成で言葉だけ変えて書いてしまうということが起こりえますのでモデル文はいくつか提示することが必要だと思います。ブログはそれとですねこれは
相手に言われたことを、ああ間違ってるんだなと思って自分で直すということでもあるんですが、相手の作文を読んで、ああこの文法間違ってるなと思ったら、自分は後で気をつけようという気持ちにもなりますね。人の振り見て我が振り直せということになると思います。そういう意識が働いたり、逆にとてもいい上手な作文を読んだ場合には、今度からこの言い方真似してみようというような意識も働くと思います。つまりこの方法によって、作文の授業ですけど、文法、文章の能力が上がっていくと考えられます。またですね、モデル文を読むのと同じく、いろいろな自分ので考えたものではない作文を読むことによって、自分にはなかった視点で書かれたものを読むということは、視野を広げるためにも必要なことだと考えられます。次にですね、私が自分の学生たちに聞いた、ブログに対してどういう意識を持っていますかというアンケートですね、の結果をちょっとお話ししたいと思います。対象者は2年生と3年生の21名です。質問は以下の2つです。まず、ブログと作文の違いについて、ちなみにこれ自由記述式なんですが、似ている言葉を、似ている答えをある程度私の中でまとめました。するとこういう結果が出てきたんですが、まあ、これをまとめると、学生たちの中ではブログというのは、ごめんなさい、これ全部ブログはブログはって書いてあるんですが、作文はその反対だというふうにお考えください。で、これを見ると、ブログは自分の経験だったり、個人的なことを書くもの。それから、作文に比べて自由度が高いという意識で、学生たちはブログをのことを認識していると考えられます。また、その他の中には、ブログはカジュアルで短い、それからインタラクティブであるというような意見もありました。次に、ブログを書いたことがあるという学生、日本語で書いたことがあるという学生に、どんなことに気をつけましたかということについて聞きました。すると、文法や漢字というのが一番多かったんですが、私はもっと内容の方かなと思ったんで、これはちょっと意外な結果だったんですけれども、でもこの文法や漢字が一番多いっていうのは、やはり読む相手が日本人であるということを意識しているからこうなるのであって、間違えたら成績が下がるからとか、評価を気にしてのある意味ネガティブな、意味でのこの答えではないと考えられます。ポジティブな意味での、上手になりたいという意味でのこの答えであると考えられます。それからですね、また面白い話とか、ごめんなさい、なんかこれ値になってますね。すみません、だいたい 19% と 10数%です。一番上にあるのが分類名になっちゃってますね。面白いものを書くというのと、それからすみません、日本人に分かりやすく書くというのが一番上にある、ちょっと文字が消えてしまったんですが、日本人に分かりやすく書くというのが ありました。まあ、つまり、単純に教師に提出する作文よりは、他者、読み手のことをもっと意識して書けていると言えます。まあ、このことからブログに有効なテーマとしては、まあ、もちろん日記的なもの、これは個々ではかなり違うものですから、自分の経験をいろいろ書くために日記的なもの、それから自分である程度選べるトピック、例えば気になるニュース、時事的なものですとか、おすすめの何々、好きな何々、こういうふうに学生、学習者個人で違うものが書けるようなテーマを選ぶのが有効かと思われます。それでですね、私が実際にブログを意識して、作文の授業をと取り組み始めてからですね、今までは事実や一般論にフォーカスしていた学生も、だんだん自分の経験を取り入れて書けるようになってきました。つまりオリジナリティがだんだん出てきたかなというふうに感じております。それからやっぱり面白いものを書こうという意識の、まあ、ネタ探しという意識から、いろいろなところに目を向けられるようになったのではないかなと思っています。ブログに期待できることとしては、これですね、読み手を意識して書くことができる。これオリジナリティが生まれる。
それから物事の説明とか自分の経験を書くことになれると、説明文とか意見文などブログ以外の作文にも役立つのではないかと考えられます。またブログにはコメント欄があるので読者とのやり取りができます。ある意味そういう意味ではインタラクティブなものになりますね。で、読む人がいるって認識することで、モチベーションが保たれるのではないかと考えられます。最後にこの私が今までお話したことをすべて取り入れて、どういう流れで授業をしたらいいのかというのを私なりに考えていました。まずテーマを決めることです。テーマを決めるのは、初級の場合だったら先生が自分の経験を入れられそうなテーマで決めるのもいいかもしれません。それからみんなで話し合って、自分たちが書きやすそうだなと思うテーマを書かせるといいかもしれません。慣れてきたら大まかなテーマだけ決めて、細かいテーマは学生たちに任せるのもいいと思います。次にモデル文を複数読んで書くことを想像しやすくする。その上で次にマインドマップで頭の整理をする。次にですね、フローチャートを作ってどんな構成で書くのか、とりあえず箇条書きにしていくと書きやすくなると思います。そして下書きをする。下書きをしたら学生同士で読み合って意見交換をする。で、この時にアドバイスとか間違いだけを指摘するのではなくて、良かった点についても述べるといいと思います。そして書き直す。で、この後にまた時間があれば、もう一度ピアエディティングをしてもいいかもしれません。最後に教師が、もう教師は最終チェックですね。最終チェックだけして、学生に、ブログですからタイピングをさせて、今皆さんスマホを持ってると思うので、スマホかパソコンでタイピングして、それで最後にブログを投稿するという流れが一番理想的ではないかと思われます。ただですね、ブログを書くために、ブログを運営するためにですね、課題もあって、ブログというのはやはり SNS で普通は個人的に用いられるものだと思いますので、パスワードとかアカウント名とかの入力が必要になります。だからその時パスワードを誰がどう管理しますかというところが大変になります。それこそ、200人のクラスだったらみんながパスワードを知っているというわけにはいかないですよね。ただ、だからといって教師がすべて打ち込んで投稿するというのはちょっと大変です。なので、これを学生たちにどううまく管理させるかというところは、課題になってくると思います。次に、私も感じることなんですが、日本語のレベルがあまり高くない学習者にとっては、ピアエディティングは相手の文を読むのに時間がかかってしまう。相手の文が理解できないということが起こり得ます。ですので、ここにはいっぱい時間をかけるとか、できるだけ自分の知っている言葉で書かせる。教師がうまく仲介するなどのいろいろな対策が必要になってくるかと思われます。最後、まとめです。今まで話したことをここにまとめました。マインドマップ、モデル文、ピアエディティングをうまく使って、ブログを作る。で、ブログを書くために必要な要素というのは他の作文でも役に立つのではないか。というのが今回の私の発表です。以上です。ありがとうございました。